こんにちは、鉄道好き、さくら鉄です。今日は、この桜島フェリーに乗って、あの桜島に行きます。桜島とは、鹿児島県鹿児島市にある、上の方がゴツゴツした活火山です。では、早速桜島に着くのを待ちましょう。後ろに見えるのは、鹿児島県鹿児島市にある水族館、イオワールドが見えています。桜島に着きました。では今から桜島を冒険してみたいと思います。湯の平展望所の近くにたどり着きました。こっちを撮ってください。桜島から煙がすっごく出てます。では早速行ってみましょう。鹿児島県庁などはどこにあるんでしょうね。後ろは仙巌園方面で、向こうは鹿児島県の姶良市方面です。仙巌園とは鹿児島の中でとても美しい庭です。では早速次の場所へ行ってみましょう。これが神社だそうです。しょうもないですね。ここにも展望台があるみたいなので行ってみましょう。それにしてもこの辺は岩がゴツゴツしていますね。ここは全部灰です。
皆さん、あれを見てください。あれは桜島の煙が出る昭和火口なんです。あの景色は絶景的ですね。この動画のタイトル画面に載せたいです。展望台から仙巌園や鹿児島市などが見えました。桜島は上の方がゴツゴツしています。今日は煙が出てたので来てよかったです。埋没鳥居はまさに埋もってましたね。チャンネル登録をよろしくお願いします。それ鉄グルメチャンネルというサブチャンも得てるのでそっちもよろしくね。今日は唐揚げポテトの香ばしニンニク味を食べてみたいと思います。お手前頂戴します。肉汁がうまいっす。